くお待たせいたしました。ただいまから令和5年度福岡市福祉のまちづくり推進大会を開催いたします。それでは福岡市福祉のまちづくり推進大会大会名誉会長の高島宗一郎福岡市長がご挨拶申し上げます。皆様こんにちは、福岡市長高島でございます。令和5年度福岡市福祉のまちづくり推進大会の開催にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げたいと存じます。まずは谷川会長をはじめといたしまして、本大会の開催に向けてご尽力をいただきました福岡市社会福祉協議会の皆様、そして日頃から高齢者福祉や障害者福祉、児童福祉などさまざまな場面でご活躍をいただいております皆様に対して感謝を申し上げたいと存じます。少子高齢化の進展ですとか、また単身でお住まいの高齢者の増加など、私たちを取り巻く社会状況は大きく変化をしてきております。そんな時代だからこそ、人のぬくもりを届けるまさに皆様が行われているような活動、これが今後ますます重要になってくると考えております。この後福祉功労者の方々への表彰もあるわけでございますが、受賞者をはじめといたしまして関係者の皆様の長年にわたるご活躍に対して改めて敬意を表する次第でございます。さてこの夏には福岡で世界水泳選手権が開催をされたわけですけれども、大会を支えてくださったボランティアの中で最高齢の方は83歳でございました。またマスターズの大会に出場された方、90代の方も元気いっぱいに泳いでいらっしゃいました。まさに人生100年時代の到来を感じる出来事だなというふうに思って見ておりました。ちなみに今福岡市にはですね、100歳以上の方何人いらっしゃるかというとですね、福岡市内で現在916名いらっしゃいます。各区でもですね、120、30名いるということですよね。ちなみに今は916名ですけれども、平成の元年の時は何人だったか、よくこの大会で私は問うているんですが、多分忘れていると思うので聞きますが、今は916人、さあ平成元年の時は何人だったでしょうか。頭の中で答えを思い描いてください。答えは29人でした。リアクションありがとうございます。そうなんです。たったね29人しかいらっしゃらなかったということは、35年間の間に30倍に増えているということですから、こういう数字を聞くと、あ、なるほどというふうになりますよね。こうした背景もあって福岡市では今人生100年時代を見据えて、誰もが健康で自分らしく活躍できる、また持続可能な街を目指して福岡100というプロジェクトを進めております。今日ご列席の福岡市議会の先生方からもこのプロジェクト推進に力強い後押しをいただいておりまして、感謝を申し上げたいと思います。ちなみにいろんなプロジェクトあるんですけどもね、例えば博多駅で行きますと大博通り、サンパレスとかマリメッセに一本道あると思うんですけれども、あそこの歩道に休憩スポットを作ってね、例えば一駅まで歩くときに途中で休憩ができるようなスポットを作ったりだとか、あと足跡をデザインしたそういうカラフルな表示を取り入れてですね、この足跡に沿ってなんとなくこう歩いていくとちょっと楽しくなるなっていうような工夫をね、いろいろと施す、自然と体を動かしたくなるような仕組みだとか、こういったいろんな日頃から体を動かしていくような、でそれがこう動かしなさいではなくて動かしたくなるような街づくりの仕掛けもいろいろとチャレンジをしているんですね。ぜひ皆さんも博多駅のお出かけの際にはそういったものを確認いただければというふうに思います。最後になりますけれども、これからも福祉の最前線でご活躍をされる皆様と一緒に、多くの市民の皆さんが生き生きと暮らせる街づくりを目指しておりますので、引き続きご支援ご協力を賜りますようにお願いを申し上げます。皆様のご健勝、今後ますますのご健康を記念いたしまして挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
ますので、どうぞご覧ください。それでは高島市長、前にお願いいたします。はじめに民生委員、児童委員、功労者部門でございます。民生委員、児童委員として長年にわたり地域住民の支援、児童の健全育成等に貢献された功績により6名の方が受賞なさいます。代表として時枝陽子様、お願いいたします。表彰状、時枝陽子様、あなたは長年にわたり民生委員、児童委員として職務に尽力し、社会福祉の増進に寄与され、その功績は誠に顕著であります。よってここに表彰します。令和5年11月2日、福岡市長、表彰します。どうもありがとうございます。次に、社会福祉事業施設従事功労者部門でございます。社会福祉事業施設従事者で長年にわたり施設利用者の生活や自立に向けた支援、児童の養護、保育等に貢献された功績により70名の方が受賞なさいます。代表として八津真理子様、お願いいたします。表彰状、八津真理子様、あなたは長年にわたり社会福祉施設の業務に専念され、その功績は誠に顕著であります。よってここに表彰します。令和5年11月2日、福岡市長、おめでとうございます。次に、障害者自立構成者部門でございます。自らの障害を克服し自立構成されていることは他の障害者の模範となっており、その功績により2名の方が受賞なさいます。代表として岩下由美子様、お願いいたします。表彰状、岩下由美子様、あなたは障害による幾多の困難を克服し自立構成され、その熱意と努力は障害者の模範であります。よってここに表彰します。令和5年11月2日、福岡市長、お願いします。次に、障害者更生援護者部門でございます。長年にわたり障害者の自立更生に向けた支援、相談等に尽力された功績により吉野和光様が受賞なさいます。では吉野様、お願いいたします。表彰状、吉野和光様、あなたは長年にわたり障害者の福祉の向上のため更生援護に貢献され、その功績は誠に顕著であります。よってここに表彰します。令和5年11月2日、福岡市長。次に、老人クラブ事業功労者部門でございます。長年にわたり福岡市老人クラブ連合会役員、老人クラブの会長として会の発展向上に努めてこられた功績により41名の方が受賞なさいます。代表として戸高めるみ様、お願いいたします。表彰状、戸高くるみ様、あなたは7
7年にわたり福岡市老人クラブ連合会役員としてその活動に努められ、高齢者福祉の発展に寄与された功績は誠に顕著であります。よってこれ表彰します。令和5年11月2日長年にわたり地域や社会福祉施設等でのボランティア活動や金品の寄贈などを行われた功績により個人16名と27団体が受賞なさいます。代表として荒木和代様お願いいたします。表彰状。荒木和代様、あなたは社会福祉に深い関心と理解を寄せられ、長年にわたりボランティア活動を続けられ、社会福祉に貢献されました。よって、より表彰します。令和5年11月2日、ご結婚します。どうもありがとうございます。以上で市長表彰を終了いたします。中島市長、どうぞお席にお戻りください。それではここで本日受賞された方々を代表して時枝良子様がお礼の言葉を述べられます。高島市長、谷川会長、前にお願いいたします。以上をもちまして